どうもこんにちは。シンガーソングライターの宮島久夫です。今日はスキマスイッチさんのリバイバルをカバーしたいと思います。9月の終わりの晴れ間は夏がまだ残っていて、照りつける日差しとともに水を連れてくる。夕立が過ぎ去った空、ソフトクリームのようだねと入道も指さした。君に会いたいな、揺れる揺れる心と心がまだ揺らいでいる。受け入れたつもりでいたのに、いつの間にか記憶も存在も手が届かないとこに隠すようにしてはぐらかしてた。時が解決してくれるとよく耳にするけれど、でも解決が忘れることなら僕はそれを望んじゃいない。思い出は時に曖昧で美しくすり替わってく。それでもいい、そうだとしても忘れたくない。祭り林打ち上がる花火、人混みの中行こうよって僕の手を引く。嬉しいこと小さな体全で伝えようとしてくれる君がたまらなく愛しかった「風に乗って香る金木犀が僕に伝えている」「もう夏は終わってるんだよと」「おいおおいつの日にかこの季節を越えて」歩き出せたならまた記憶の中でそっと笑って ご視聴いただきありがとうございました。シンガーソングライターの宮島久夫です。今ですね、僕はメールマガジンというのをやってまして、登録いただくと
僕の最新アルバムハートストリングスから12曲をですね無料でプレゼントさせてもらってます。ぜひ登録してみてください。制作秘話とかねいろいろ皆さんに役立つ情報も配信してますのでぜひよろしくお願いします。スマホの方はですねこの動画の右下のところに下三角のボタンがありますのでそこをプチッと押してもらうと、メルマガの登録ページに飛ぶ URL が出てきますのでそこからそのページに飛んでいただいて登録してください。よろしくお願いします。